今回紹介するのは、世紀末旧世主伝説、エクセル関数北斗百列剣という本です。仕事はすでに終わっている。表紙タイトルの下に書かれた、このサブタイトルにやられました。これが大成功。まず、なんと言っても面白い。ツッコミどころ満載で、かなり楽しめます。そして、中身はもともと、 エクセル時短技プラス関数350テクなどの機関書の記事をそのまま持ってきているので普通に役に立ちます内容はエクセル関数の使い方説明がメインで間末特集でそれぞれの関数の組み合わせ例やショートカットの解説がされていますマクロや VBA の説明はありません日常的なエクセル作業では 必要かつ十分な内容だと思います構成は1ページまたは2ページで1つの関数を説明していてそれぞれぞコマ漫画が原作のどこかのシーンからパクってきてセリフを変えただけなのは明らかでミスマッチ感とシュールさで結構楽しめます。また ページの欄外で色々なキャラが入れるツッコミも笑えますね。肝心の解説部分は色を効果的に使ってありビジュアルでとてもわかりやすいただこの手の本って SE とかは意外に通読しませんコードでもないし面白くもないからそれを通読させる面白さはなかなかのものだと思いますそれと見落としがちですが サンプルファイルもダウンロードできるんですよね。本書の177ページで紹介されたダウンロードサイトから、ハンディバリューシリーズ、エクセル関数フォクト100列圏を選択。シャープ、ハンディバリューシリーズにグループ分けされているのがシャープ。 最初はちょっとわからなかったそこから練習ファイルをダウンロードできるようになっています僕自身はダウンロードはしていませんがここまで準備しているのもなかなかだと思いますあと地味に北斗と百列圏の列が列ではなく行列の列になっているが僕手には壺の一つしかし 解説の数は100ではでなく90だとという微妙さにもちょっと受けました以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。